こんにちは、ジュノです。はい、今日はリクエストいただきました童謡の虹をお届けしたいと思います。こちらね、私が一番好きな童謡なんです。というか、なんか昔からこの曲を知ってて、で、今回リクエストいただいて久しぶりに聴いて、はぁ、そっか、これも童謡なのかって改めて思い返して、童謡の中で一番好きだなぁなんてね、一番思い入れがあるなぁなんて思うんですけど、この曲は私は小学校のなんか、なんていうの、林間学校とかなんかね、なんかの行事でね、何回か多分歌うことがあったんですよ。ね、小学校一緒だったらみんな見てるかな、そうだよね。なんかそれですごいね、いい歌詞だな、いい曲だなってね、子供ながらにすごい覚えてて、すごい一生懸命歌ってたのを覚えてます。で、なんか大人になってもう一回さ、こう歌詞を見るとすごい素朴で飾ってなくて、なんかシンプル、お子さんにも伝わりやすい歌詞だからこそなんかいいんだななんて、なんかちょっと浅い言葉で語っちゃってるんだけど、まあなんかそんな感じなので今回ね、リクエストをいただいて久しぶりに歌うことができてすごい嬉しく思っています。なので、なんか虹のね、指輪なんかつけちゃったりして、あのこのね、あのレトロ服ね、私すごい着るのを楽しみにしてたんですけど、どうですか、丈は膝下ぐらいまであるんですけど、なんかこれすごい可愛いよね。なんかさ、これ何生地っていうんだろう、なんていうの、あったかい生地。あったかい生地で、いつもこうどっちかっていうと私は半袖長袖のシャラシャラみたいな、あの何、シワになりにくい生地っていうのをの昭和服を結構持ってるんですけど、こういう生地素材のはね、あんま持ってなかったんで、すごいね嬉しいです。なんか三丁目の夕日に出てきそうじゃない、でもそれにしてはちょっと派手か分かんないけど、はい、ということで、皆さん知らない方もいるかな、この曲、あのぜひ知ってほしい素敵な曲なので、ぜひ最後まで楽しんでください。それではお聴きください。虹。光が差して見上げてみれば